なんかちょっと毛がなんかこう、ヒュッてなってるね。え？ヒュッてこヒュってなってる？う。うん。あれ？なんで？なんで行かないんだ？え？いいよ。はい。横向いて。おお。ええー、綺麗になってるじゃん。こんなうん。感じ。なるほどね。はい。そうです一言、か。ジョー。55からのハッピーライフ。どうしたらいいか分かりませんっていう時、うどうしたらいいか一番分かってるのは自分なんです。よくそこを考えてください。どうしたらいいか分からないっていうのは、ん。実は、一番答えは自分が分かってるんですよ。そじこ、ゃあ、だから自分、なんでどうしたらいいかわかんないって思うんですか？自分自身をもっと見つめないからです。自分の中にガーッと入っていくんですよ。で、自分の中に入っていって、根本を、だから何が根本なのか。原因があるじゃん。何か起きるには原因があるわけですよ。原因が分かったとして。でも原因に至る根本があるんです。それに至る。そこまで追い詰めて考えないと本質が見えてこないんですよ。これはもう全てに多分俺は共通すると思ってるんで、答えは自然と出るはずです。自分の中で心から。私は男性の気持ちっていうのはわからないんですけど、結婚してる時に新しく付き合うっていう感覚は相手に言わないっていうのって、やっぱりまだ踏ん切りができてない時だと思うんですよね。まあ、その辺男女の違いもあるのかもしれないけど、どうですか、ジョーさん。やっぱ相手に言えないっていうことは、奥さんと別れるっていう決心がまだできてないっていうことでしょ？そうですね。だから言いたくないわけでしょ？なんだかんだ言っても、まあ奥さんとのことを考えると、ジョーは歴史があるって言ってたけど、問題が多いわけですよね。歴史があるからこそ、年数があるからこそ、いろいろそう、見もえちて。ろん楽しい思い出とか、いろいろと一緒に乗り越えてきたような情みたいなね、そういうこともあるのかもしれないし、もちろん愛みたいな気持ちもあるから、で結婚して5年だから付き合いも入れたらもっと長いと思うし、やっぱりそれなりにそういう長い付き合いを清算するのは勇気もいると思うんですよ。でもそのクリスマスさんの場合は、今奥さんのことを考えると問題しか思い出せないと思うんで、なんかこうもう嫌だなっていう風な思いが先行しちゃってると思うのね。だから新しい人を見たらちょっといいなっていう風に思っちゃうのは、それは気持ちもわかるし、ちょっと現実から離れてそういうところに癒しを求めるっていう気持ちもわかるし、そういうのはもうあっていいと思うんですよ。だけど、まあ、あっていいって言ったらいけないかな。まあやっぱり結婚してるから。だけど、やっぱりそれを相手の人に結婚してるっていうことを言わないで、お付き合いみたいなことを始めちゃって、15年以来初めてあなたが好きになりましたみたいなことをもう相手に言わせちゃってるっていうのは、かなりちょっと罪深いなと、私は女性の立場から言わせてもらうとそう感じるし、それでそういうふうに心を許して好きになった相手から、いや実は結婚してましたなんて言われたら、そりゃ女性は裏切りだ信と用できな感いじと思いまますよ。すね。ん？信用できないと思いますよ。うん、だからそこからもう一回始めるっていうのは非常に難しいと思いますよ。お互いに気持ちが入ってない時に言うか、自分の状態をね、それかもう一旦そこでちょっと停止して、もう奥さんとの問題を終了させてからもう一回始めるかっていうふうにしないと、絶対今の状態だったらうまくいかないと、そのセックスできないとかそういう問題以前にうまくいかないと思いますね。どうですか？だから言ってんじゃん。どうしようが、もう絶対もう一回。それで私がもう一つ思ったのは、クリスマスさんにも秘密があるように、この女性にも秘密はあるのかなって思いますね。まあ15年以上彼氏を作らなかったっていうのも、まあ事実そういう人いっぱいいるからわからないでしょ、同世代だったら。どうやらまあ結構モテる方みたいだし、クリスマスさんもね。まあ、ということは、奥さんもそうだろうけど、その方もお綺麗な方だと思うんですよ。ね、そういう方が15年？彼氏がいない？
うん、だから彼氏はいなくても愛人はいたのかもしれないし、それは物は言いようなんで、そうそう、もしかしたら不倫関係をずっとしてたのかもしれないし、うん、わかんない。だって多いもん、クリスマスさんが思ってるような15年以上彼氏を作らず、もう純真でって、もうそのね、最初のね、お互いね、うん、男にしろ女にしろそういうことを最初ほらよく見られたいから言うから、うん、だから言葉よりやっぱりそうじゃない部分、うん、真実の部分をどれだけ見抜けるかなんです。だから気づけなかったじゃないですか。その自分のことこんなに愛してたのか、この子って、うん、いうの5年経ってそれが分からなかった、分かってなかったのってことだから、見てなかったってことでしょ。要は文句ばっかり言うから、ああだこうだこうだっていう、要するに愛情表現がうまくコミュニケーションができてなかった、そうそうそう、できてなかった、最初から言ってるけれど、お互いお互いまだちゃんと見てないなって言ってたじゃないですか、うん、ちょっとお気の毒だと思うけど、やっぱりその愛情表現の手段でやっぱセックスっていう、そのほら言語が違う、やっぱりクリスマスさんはそのセックスを通して愛情表現をしたかった、確認したかったのに、奥さんがそういうことが嫌いっていう人だったから、なかなかそのところでやっぱ愛情表現お互いにこうできなかった。で、奥さんにしてみたらそういうところじゃなくて愛情表現してたんだと思うのよね。なんかハグしたりとか、お買い物に行ったりとか、一緒に寝るだけでもこう愛を感じて、もしかしたら愛を送ってくれてたのかもしれないけど、そこがコミュニケーションとして違う言語でもう噛み合ってなかったっていうことだから、その辺はちょっとね、コミュニケーションがうまくできてなかったっていうのが残念だなとはありますけど、まあここへ来て奥さんの愛が感じられるようになったってことは、ちょっとは気持ちがそっちにも緩いでるのかなって思って、だからどうしたらいいのか分かりませんっていうのが、なんか分かる、うん、自分でよく考えて自分をよく見つめれば分かるって。そもそもはさ、だって不機嫌な態度をとって奥さんと喧嘩みたいになった時を狙って離婚を言い出すみたいな、そういう人ね、よくいますけど、それって考えてみたらすごく卑怯なやり方ですよね。まあね、だからこれね、本当に離婚したいんだったら仲がいい時でも何でもやっぱり言わないといけないと思いますよ。離婚したいのしたくないのじゃなくて、うん、ね、そんなのしたけれしたいんで、だけど、もう一回ね、まあ、奥さんとなぜ結婚したのか、もう一回ちょっとよく思い出してみること、何が気に入ったのか、そこへなんか悪いことばっかりをなんか僕らは聞いてるんで分かんないんで、いいところどこなんと、そこと今もね、今出てきたばっかりの子も、その奥さんが出てきたばっかりのこと時とちょっと比べてみるっていうのも一つの見方ではあるのかな。よくなんかその離婚とかを防ぐカウンセラーみたいな人に言わせると、仲良かったことの初期の頃を思い出してくださいみたいなさ、で楽しかった時とか、あの時すごく幸せだったなみたいな時を思い出して、今どう思うか、でその時に、あやっぱりまだ好きだなとかさ、心がちょっと胸キュンみたいになったら、まだやっぱり気持ちがあるっていうことだと思うし、そういう初期の幸せだった頃のことを思い出しても、あの時はあの時で楽しかったけど、もういいみたいに思えるんだったら、まあね、残念ながら次にもう進んだ方がいいっていうことになるのかもしれないし。このまま進んでも多分同じことですよ。5年経ったらまたこうなりますよ、ね、だからそもそもの、その悩みが挿入できないっていう、愛する人と挿入できないっていうのがクリスマスさんの悩みだったわけだから。嬉しいこと言っていいですか。だから多分そこが問題なんですよ。